はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、椅子を2つ使って下腹に効く腹筋を紹介しようと思います。今回ですね、床に寝っ転がってやる腹筋ではなくてですね、体を椅子で使って浮かした状態で行う腹筋なので、通常の腹筋よりもね、少しきつい腹筋になります。ただですね、少ない回数でしっかり効くというメリットがありますんで、椅子を使ってね、やったことない方はぜひチャレンジしてもらえたらと思います。あとはですね、寝っ転がって背中がしっかり丸めれない人とかもね、こういった腹筋でできることがありますので、よかったら参考にしてください。では説明します。はい、まずですね、手がしんどいよって方は椅子に肘ついて、体を持ち上げて、足をね、こういう感じで床につくかな、つかないかなって感じで、ももを動かします。これ大体ね、10秒間やっていきます。で、今度は、手がね、別に強いよって方は、体を高く持ち上げる感じで手をつきます。これで、膝を抱えて、足を伸ばす。また膝を抱えて、元に戻る。こういった感じで、1、2、3。シッといった感じで10回やっていきます。今やった2つの種類をね、自分が簡単だよっていう方を今回はチャレンジしてください。タートルはね、今2個目にやった方を一緒にやっていこうと思います。10回でね、しっかり効きますんで、ただポイントはあんまり早くしないこと。できるだけ息を吐きながらゆっくり行ってください。で、手首がね、弱い方は手ついてたらね、手が痛いかもしれないんで、そういった方はね、肘ついたパターンでもよろしいです。ただ椅子がね、安定しないやつもあると思うんで、ちょっと気をつけてやってもらえたらと思います。では今から10回やっていきます。膝が床につかないように体を上げて、できるだけももを抱えて足を伸ばす。またももを抱えて元に戻る。これでしっかりね、下腹に効きますんで、一緒に行きましょう。10回。はい、スタート。しっかりももを抱えます。ありがとう。はい、 OK です。お疲れでした。たったの10回。普通の腹筋で慣れている人はしっかりね、回数を行うことで腹筋に効くっていうよりも、腹筋に筋肉疲労が溜まってね、あー辛くなってきたっていうのを感じると思うんですけども、実際腹筋に効いているのって、筋肉疲労が起こる前に体の不自由がね、起きてきます。そういったことは、筋肉がもう疲れているので、筋肉疲労が溜まる前に筋肉が疲れているので、そっちの方が実際はね、腹筋に効いています。うまくできなくなるってことは腹筋に効いてるってことなので、だんだん腹筋がね、辛くなるっていうのも効いてることではあるんですけども、基本的には腹筋が疲れたきたっていうことよりも、言うことを聞かなくなってきたっていう感覚の方がですね、腹筋に効きますんで、しっかりね、シットアップとかをね、30回とかするよりも、こういったね、きつい腹筋を10回とかした方が実際腹筋には効いてます。なのでね、腹筋効かないよって方はね、今回みたいな腹筋をしてもらえたらと思います。頑張ってた方はグッドボタンやコメント待ってますんで、今回もご視聴ありがとうございました。下腹腹筋でした。